い、おっちゃんです。12月16日日曜日、今日もね、おきどき行ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今終わりました。時間は1時ちょっと前ぐらいですね。
はい、で早速結果の方を発表します。投資が7000円、回収が2400円、13400円の勝ちということです。で、まあ、あの今日の展開なんですけど、あれ最終的に今日ね2台打ちました。で1台目は、まあ、最後ねちゃんと出した台の隣の台を打てて、まあ、上げ狙いでグラフが下がってる台ですね。で、座ったわけなんですけど、まあ、50ゲームぐらい回して、まあ、あの隣の台、すなわち、まあ、おちゃんが最終的に座った台ね、うん、出した台ね、その台に、まあ、こう横にねこう鍵歩いたわけなんですけども、まあ、鍵歩いた理由っていうのがね、まあ、当然1台目50ゲーム回してダメだったんで、とりあえずなんか嫌な予感がした。全体的にそのデータ、まあ、ふらーっと見たんですけど、昨日出てなかった、まあ、最近出してない傾向があったもんですから、ちょっとやばいなと。で、上げ狙いで行って、多分これ据え置きだなっていうふうに考えると、ちょっと、なんか怖いなと思ってね。で、どういう台をじゃあ次打つかって言って、また同じようにね、上げ狙いでっていうのもちょっと怖いなっていうのも、まあ怖いっていうかね、無駄な投資が増えるだけなのかなってちょっと思い出したんですね。だから、隣の台ってまあ最終的に打った台っていうのは、いわゆるまあ2日連続で出た台なんですね。天国抜け、ちょっと天国かドキドキかわからんですけど、とにかく連チャン抜け、1回目ちょっと早い引き戻しっぽい当たりがあって、で、ちょこっと打って、やめてあった台です。で、据え置いてあったとしたら、まあ一発ね、当たって、でそのまま天国行ってくれたらラッキーかなみたいなね。で、早当たりで来てくれれば、まあ、あの設定変更の可能性もあるんですけども、まあちょっと一回打ってみようかなと。まあおっちゃんの考えの中では据え置き狙いっていうところでその台は座りました。はい、打っててねすぐ共通ベル来て、でまあちょっとやっぱり粘ろうかなと思ってて、で80ゲームぐらい打った時時点で2回ぐらいもう出たんですね、共通ベルがね。だからもうこれは1回見ようと、据え置きの可能性もあるぞと。まあ、打ち替えでも可能性もあるんですけども。まあ、で、まあ、それでやってたら、早当たり、なるね、まあ、90ゲーム台でとりあえず当たってくるんで、そこから天国、ね、で、レンチャン、で、ビッグに偏ってくれた、で、ある程度の出玉ができたっていうので、すごい楽な展開に、そこからは、なるわけなんですけども。まあ、いかんせんね、その後、初当たりが非常に軽くていいんですけど、レンチャンしないね。まあ、偶数設定っぽい挙動ですよね。で相変わらず共通ベルはついてくるんですよ。だから、やめようにもやめれんみたいなね。でまあ結局最後ね、まあ、天国と思われるところから抜けて、で、引き戻しがなく253ゲームだったっけで当たってくれて、でそれから天国行かず、また早い当たりが来たんだけど、また天国行かず、で最終140ゲームぐらいまで回してね、やめたんですけども、まあこれはねやっぱり怖いですよね。1000枚ぐらいしかもう、まあ、要は2枚のラインって切りたくなかったんで、まあそこで換金したわけなんですが、1000枚なんてねあっという間になくなるわけですね。まあどうだろう、あのままもし打てたとしたら550ゲームから600ゲームぐらいまでは回ったのかもしれないんですが、そこからね天国入ってくれればいいんですけど、天国入らなかった場合、もう確実にマイナスになりますよね。でさらに仮に天国入ったとしても、おそらく偶数設定だから、連チャンスに期待できないんですね。まあ、よっぽどなんかの事故がない限りは、回収するのも難しい、ね、だからまあ一旦ここでやめようという、まあ、おっちゃんの決断があったわけなんですね。はい、ということでね、また、頑張ってきますんでよろしくお願いします。それではありがとうございました。
はい、おっちゃんです。結局ね、午後の部行ってきまして、早速報告の方したいと思います。午後の部投資が25,000円、回収が18,200円、6,800円の負け、ですね。午前の部と合わせて、投資が総投資32,000円、総回収38,600円、総収支、6,600円の勝ちということで、勝ちが減ってしまいましたね。はい。で、まあ、午後の部のね、展開というかね、あれなんですけど、もう本当に非常に気になったんで、朝やってた台がね、見に行ったんですけど、まあ、ちょっと動画で残せなかったんですが、座れなかったっていうのと、まあ、入れ替わり立ち替わりね、その台座っていくもんで、もうちょっとね、撮影ができなかったんですが、結論から言うと、あれからもうマイナス域に行ってますね。はい。じわじわと下がってってマイナス域に行ってる感じですんで、でお茶やめてからは結構早めに当たって、でも2連でまた引き戻してまた2連とかね、本当にもみもみの状態のだったんですね。ただ、その次が800ぐらいはまった。でそこで一気にスコーンとねマイナス域にちゃったって感じかな。でそこでまた2連してまた何今誰かがやってるっていう感じなんですけど、結果からいくとまああのまま打たんくてよかったかな。まあお茶だったらどうかわからんですけど、まあでもまあ打たんくてよかったのかなっていうのはありますね。でまあ当のお茶はというと、打つ台がまあなくて、で1台目座ったやつであれ4回転ぐらいでかかったんですよ、1000円で。で、あのまま天国で行ってくれてたら、もうそのままサクッてやめて、もうさらにプラスでやめっていう感じだったんですけど、まあそんなうまい具合にはいかずね。で、150ぐらいまで回したのかな。で、捨てたんですね。で、次違う台をね、まあいろいろ探しとったんですけど、まあ、550ぐらい、で捨ててあったのかな、最後取った台がね。でまあなんだかんだ天井まで持ってかれて、でもなんとかそこから天国行ってくれて、トータルマイナスにはならなかったっていう感じなのかな。まあだからまあ今日1日でトータルでまあ一応プラスだったんで、まあよしとしなかんのかなっていうね、今日はそんな1日ですね。まあ打ちたい台がない時はね、やっぱり打たない方がいいっていうのはね、やっぱりこれはね当たり前の話なんでね、まあそこの部分を徹底していかないとね、お気づき勝てることできないんでね、まあそういったところもねちゃんと、再確認しつつ、次回からもね頑張っていきたいなと思います。それではありがとうございました。